菊田厚生病院は、岐阜県山形市にある病院。JA 岐阜厚生連が運営する医療機関の一つである。通称として、菊田病院と呼ばれることが多い。菊田厚生病院は診療科26科、病床数316床を有す山形市を代表する医療機関である。臨床研修指定病院、救急指定病院として、岐阜県知事により告示されている。 北高生病院は、岐阜市との境に立地する山形市唯一の病院であり、山形市、赤市西部及び岐阜市北東部の地域医療を担う中核病院である。診療面においては特に乳がん診療を中心とした入腺外来に特に力を入れている。また、入腺血管増え検査など、入腺関連における特殊な検査も実施している。その他の特徴として、 地を中心とした、訪問科の専門治療も行っている。設備面においては、MRI やマンモグラフィなどの高度医療機器を備えている。その他にも、ケアプランセンターや、訪問看護ステーションなど、在宅介護を支援する施設も併設されている。その他の特徴として、地域連携室を設置するなど、病診連携にも取り組んでいる。それに関連して本院は発症の開放型病床を、 有しており、開放型病院として、基幹指定されている。その他、北高生病院に関しては、1998年7月に、本院で発生した、池湯血事故に関して、こうして事故は起こった、北高生病院、池湯血事故の検証という本が発行されている。本では、事故発生の状況から、 事故防止への取り組み、被害者家族へのサポートなどが当事者の経験も交えながら表されており、病院におけるリスクマネジメントを考える上で、実際の事故について詳しく検証された数少ない本として評されている。ありがとうございます。